どうやってね、はい、やってきたんだって直前の通りで E 判定取ってるんで勉強した方が早いかなと思ってなかったんですけど、はい、一番の苦手科目は英語です。半分以上数学やってたかもしれない。本番だけマークンっていいんですよね。自分だからなんで自分勝ったのかなってあ、これ落ちたなと思って。どうも、イガです。森哲です。森哲チャンネルです。どういうことさあ、受かった TV のことですね。受かった TV 一人だけやらせていただいてます、はい、っていう飯田さんにおいていただきました、はい、ありがとうございます。あれ、いつもマスクしてたんだっけ。あ、いつも叩かれるのが怖くてマスクしておりますあ、でも考えてみたらもうコロナ治ってるってことは免疫あるから絶対大丈夫ですね。そうかかんないです。まあ、若手 TV の、はい、受かって TV という企画で、はい、東大受験企画で合格したということですね、はい、ありがたいことに。ありがとうございます。なんかね、受験企画で初めての東大合格なんじゃないかって言われてますけど。らしいですね。なんかこの30年では初めてらしいとのことで。そうなんですね。ありがたい限りです。ありましたね。なんかラサール石とか受けまくっててダメってありますもんねえ、タバシさんとか。タバシさん、別に俺タバシさんじゃないどうやってね、はい、やってきたんだってね。みんなだってあ、気になるかもしれないです。だって受かって TV のとこしか見てないから。そうですよね。わかんないと。もうふざけまくって編集でカットされた部分が全然わかんないと思うんですけど、はい、まず、はい、中高普通に勉強できたのか。中高はまあ空が机を飛んだり、うん、トイレットペーパーが机をトイレットペーパーが空を机を飛ぶってじゃあこと取り直します、はい、机が空を飛んだり、はい、トイレットペーパーが空を飛んだりで、まあ、あんま勉強するような環境ではなかったかなっていう。荒れてたってことですか。まあそうですね。先生が机を投げてたんですけど。おお、はい、この時代に。そうっすね。ちょっとクレイジーな学校でしたよ。やばいな、はい、これ、はい、学力的にはどう。学力的にその学校の中でもクラスビリーを取ったりみたいな感じで、まあ中学生の時なんですけど。そっからどうして勉強をして、高推薦欲しいなぁと思ってたんですけど、そんなだから取れず、はい、ちょっと尺だから国公立目指そうかなと思って、うんうん、それなら一橋目指そうと思って、うん、一橋の問題見たら、うわぁ、社会も数学も難しいと思って、うん、じゃあもう東大しかないなと思って。意味がわからん。東大の方が大変。じゃあ東大にしようと思って、東大を受けて、あいな落ちて。え、もう高校生で受けたんですか。あ、受けてます。受けて、落ちて、去年から浪人 YouTuber を始めまして。そうですね、はい、全然ピンクの髪じゃなかった頃。そうですね。筋トレして YouTube 作って楽しく過ごしてるうちに、うん、なんか今に至るって感じですね。それ受かって TV のやつはこれ募集って出たの見て、はい、あ、もうこれだってなった、はい、あ、もうこれだ。あ、もうでもチャンネル名変わってんですか。この頃には、出る頃にはどうなんだろう。高卒ニートじゃなくなってるから。一応学歴的には東大卒業しない限り高卒でいられるので。なるほど。ニートではなくなっちゃうんですけど。空民システム。そうですね。あの人も高卒なんで一応30です、分かってる、はい、ルールというなるほど。じゃあ高卒は残して。ニートはどうすんの。高卒東大生。高卒東大生意味わかんないですよね。秋の明けろっと笑いたいに変わりましたもんね。あのちゃん、そうそう、浪人生を笑わないとかいろいろ変えやすいんで、はい、全然変えちゃった方がいいし、仕事が来やすくなる。仕事が来やすくなるんですか、はい、今自分の Gmail アドレス、はい、仕事用のとこ案件ワクワクアットマーク Gmail.com なんですよ来てほしいなって。いけつなくないですか。それが YouTube。お願いします。もっと安い値段でやりますで、東大行くので、まあオンエアというかそこでは勉強してるシーンあんま映ってなかったと思うんですけど、はい、実際どうしてたのかを聞きたいんですけど、まあ河合塾本高校だって言ってたんですよ、はい、なんか友達いるし河合塾行くかなと思って、はい、で、まあ、友達とくっちゃべってちょっと勉強してみたいな感じで。でも多分努力系で売った方が伸びるんですよねでも、いや、でも自分天才はしょうがない。絶対的に能力的には劣ってるんですよ、うん、直線の通りで E 判定取ってるんで、能力的には劣ってるのになぜか受かっちゃったっていう。番強かった、まあ、メンタルだけは強いんですけど。どういう授業を取ってたんですか。通期の授業で月曜から金曜まで普通にびっしり授業があって、土曜日もあるみたいな感じの学校みたいな感じですね。で、英語表現、リスニング、はい、東大英語、長文が2学期英語になるんだ。東大英語になって、東大英語になって、で、コンプリヘンシブイングリッシュとか、ね、あれで、それで過去問だからみんな出ないっていうね。高沢先生の授業だったんで出席率めちゃくちゃ良かったです。お、大人気。だって英語だけめっちゃありますもんね。めちゃくちゃあります。英語表現文法のやつはちょっと自分無理だと思って切ってました。ああ、なんで 4A も全部運で。ああ、なるほど。そうすると他の教科はどうですか。数学の 1,2,3 プラス2、東大文系数学みたいないろいろあって、ものすごい数の授業数。社会は
社会は世界史と地理とあるんですけど、はい、ちょっと世界史の方は自分で勉強した方が早いかなと思って出なかったんですけど、はい、地理は出て、論述対策とかやるやつ、論述対策とかも、はい、でも主に授業聞く感じですけど、あ、そうだったんですね、はい、まあそうするともうびっしり、そうですね、びっしりだけど休む授業を作ってっちゃうとびっしりじゃなくできますよっていう、なるほど、勉強は終わった後残ってやる、終わった後残って、まあやってはいたんですけど、はい、がっつりやってる人たちが周りにいすぎて、うん、自分がなんかほとんどやってないんじゃないかって錯覚に陥ってるのかもしれないですね。でも勉強時間としては最初の方は家にしかいなくてオンラインだったんで、あ、なるそうですね、これはまずいと思って、うん、自分だらけると思って、うん、YouTube でライブ配信してたんですよ、はいはいはい、勉強配信、はい、朝4時間以上、夜4時間以上ってやって、うん、最低8時間は確保しようってやってたんですけど、 なんかライブ配信つけて、うん、最初緊張感あったんですけど、うん、だんだん慣れてきて、はいはい、配信つけてんのに寝たりとか普通にしちゃってダメじゃん、勉強ライブって言ってんのに寝てるのを見てくれてるってすごいな、そんな感じになっちゃったわけですね。そうなんですよ。でも伸びは感じてったんですか？初めはどんぐらいだったか、模試さえ受けてなかったんでわかんないですけど、夏頃にセンター模試で712点だったんですよ、はいはいはい、確か712点から最終的に805点って感じには伸びました、ね、模試も当てになんなかったですからね、今年は、ね、まあそうですね、全然違うものもあったりしたんで。苦手科目、得意科目はどうだ？一番の苦手科目は英語です。あ、英語は留学してたのに、留学しててもなんか文章書いてあっても隣に英語ネイティブがいたらこれなんて書いてあるのって聞いたら、うん、その子読んで喋ってくれるじゃないですか、うん、なんか無限にリスニングだけ伸びて、で英数国全部ダメになって日本に帰ってきました。どれぐらい留学してるの？1年ですね、丸1年、だいぶ長いよ。なのに英語が苦手科目、なのに英語が一番苦手科目。でも行こうと思ったきっかけも英語が本当にできなくて、さすがに英語使わないと死ぬ環境に行ったら大丈夫だろうと思って行って、なぜか死なずに帰ってきたっていう、甘いやつだったわけですね。甘いやつでしたね。え、それ何留学？斡旋業者の。斡旋業者、え、どこに？高校に入ったの？あ、向こうの高校に行きましたね。あ、そうなんだ、はい、なんかテストみたいなの受けさせられて合格しないといけないんですよ、ある一定の点数、10回受けても受かんなくて、で多分明日が締め切りだっていう日になって、うん、なぜか自分合格したんですよ、うん、でも採点は斡旋業者がやってるんですよ。なるほどなるほど、絶対これやってんな、やってんなって、ね、その状態で留学したんで、その惨憺たる英語力のまま帰ってきちゃいましたね、うん、それで英語が苦手でいって、得意は？得意は地理です。自分高校のことけなしてばっかりしかいないんですけど、高校の地理の先生は本当に良くて、良かったんですね。本当にその高校の地理の先生の教える地位はめちゃくちゃ良かったです。そのおかげで伸びました。他どうだったんですか？数学あるじゃないですか。だって数学は得意ではないんですよ。苦手なんですけど、好きでずっとやってて、今年1年も一番勉強したのが数学で、半分以上数学やってたかもしれないです、勉強時間の。国語は？国語は古文漢文をどうにかして消すべきだなと思って。あれはもう科目としていらなくないですか？ひろゆきのやつみたいな。あれひろゆきさんが言ってたんですけど、僕ちゃんとライブ配信で春から言ってるんですよ。春からちゃんとこれは古文漢文はいらないって言い張ってるんですよ。まあ今年で古文漢文めっちゃ難かったから、まあある意味、ある意味ないみたいなもんでしたよね。ある意味そこに力入れちゃった人が損するみたいなやつなんで、良かったんですね。逆に、まあ、逆に良かったですね。世界史でもね、授業切ってたんですけど、世界史はもう自分で、世界史も自分で参考書を覚えるほかないですからね。しょうがないと思って覚えて、ああ嫌だな。ああ、なるほどね。で共通テストの時はでも解けるぞってなって、共通テストの時はまあ、あの自分マーク運がめちゃくちゃにいいんで、すげえ、お守り40個ぐらい持ってるんで。そんな理由？あれ4択とか5択とか6択じゃないですか、うん、だったら当たるなっていう、だったら当たるです。ポジティブ。いや、英語はどうだったんですか？共通テスト受けた時やっぱり全然違ったわけじゃないですか。はい、文章量多いなと思ったけど、やっぱりなんか本番だけマーク運っていいんですよね、自分。なんでなんか95-92で取れちゃって。それは素晴らしい。まあ、あの運だけは持ってるみたいで、うん、本番はどうでした？本番来た時、本番来た時なんか英語は、あ、去年と同じなんだなって感じで、ようやく難かったから。どう、いや、もう英語は失敗する、失敗っていう言い方がおこがましいんですよね、うん、できないんで、もともとどうせゴミみたいな点数になるだろうなっていう予想だったんで、うん、英語は諦めてて、なんでもう今から英語勉強しないと論文読めないってことで、うん、
トーイックとか英検とか受けていこうかなって。なるほど、すごいな、文系なのに英語は諦めて。英弱です。え、でも結構取れたんですか本番では。いや、わかんないんですよ。開始が5月に来るんで。そうだ、はい、手応え的に数学はどうですか。手応え、数学は2巻2班だと思ってたんですけど、4問中の2問が完答して2問が半分ぐらいできたかなと思ったんですけど、シャワー浴びてる時に、あっ、あの条件読み落としてたってなって、1問しか完答できてないんですよ。だからなんで自分勝ったのかなって。国語はもうだって古漢は古文漢文が壊滅して、この2つで5点ぐらいしか来ないんじゃないかと。原文は取れた。現代文はなんかみんなと同じような感じでできたかなって。なるほど。でどうだったんですか、地理は。得意の地理は。地理はまあ普通にできたかなっていう。世界史、大論述ある。大論述はまあ良かった、現役生配慮で簡単なのが出てきたって感じで。簡単だったって高橋さんも言ってたんで、はい、で終わった後どう思ったんですか。終わった後大丈夫かな、あ、これ落ちたなと思って。落ちたなって思った。あ、まあ来年もやればいいのかな。なるほど、もうそこ考えた。まあ1年延命したかっていう。で合格発表になったわけじゃないですか。合格発表で受かってるなーって。あの時どう思ったんですか。あ、せっかくあんだけ盛大に前振りしたのになーって。ダメだった時のやってたのに、なんかすごいさらっと盛大に受かってました。いや、次第全部勝ったんでーって言って、はい、うわー落ちたーって方がなんか絵になるかなと思って言ってたんですけど、はい、ちょっとあれどうしようかな、腕立てしようみたいな。どうだけど喜びがぐわーとかなんなかった。喜びあんまりなかったっすね。へえ。でもあれかもしれないです。河合本郷にいたせいで、はい、東大に行くのも東大落ちるのもなんかどっちも当たり前みたいな空気になっちゃって、ね、まあどちらかしかないわけ。どちらかしかないから、もうなんか別にいいみたいな。へえ。一番嬉しかったのは登録者1000人行った時です。なるほど。そっちの方が嬉しかった。合格とか1万人とかよりも1000人が一番嬉しかったっす。なるほどね。でこれからはじゃあ資格とか。資格ですね、目指していくっていうことなんですね、はい、ちょっと TOEIC の何やったらいいかとかも何も知らないんで。なるほど、ご教授の方お願いします。分かりました。じゃあこれからいろいろやっていくかもしれないんで。そんな飯田に抜き打ちテストします。抜き打ちテストなんすか。それは次回。次回ですか。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。飯田のチャンネルも貼ってありますので、ぜひぜひ来てください。灘高の英語に挑戦します。マジっすか。いや無理だよ。全然ペンが進まない。全然進まないっす。全然進まない。